どうも皆さんこんばんにら、やっていきますよ。閉じ込められております。今私は閉じ込められている。これね、エイラをね、くそ、エイラをね、中身入れてなかったんで、とんでもないことになってます。これは空の上、なんか飛行機の上でいるわけですね、今ね。なんだ、黒鳥号でしたっけ。黒鳥号、はい、なもんで、まあ、こっからどこも行けないんで、どうしようかなと。よう、マールのジャンプ力。待て待て、は？どこですか、これは。敵の様子がわかるな。はい、敵を覗けるねと。あ、ここ敵いないね。ここ行けるんじゃないの？はあ！あ、バレたら戻されちゃうパティね。じゃあ、あっこじゃねえんだな。あ、シルバード改造されてます。まあ、これはね、ありがたい改造なんですよ実はありがたい改造を施してくれているという次第です。あいつが通り過ぎたら左行こう。あ、宝箱あるな。なんで？どこに行きゃいいんだよ。あ、寝てる。マールの装備を取り戻した。オッケー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 。これで戦えるわけね。多少は、マールが。あ、弱いじゃん、敵。オッケーオッケー。これでもなんとかなるね、もう。お前ら、よこしなさい。オッケー、こいつは一発で死ぬね。よし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 。これ誰かの装備？お金かい！ここは？あ、宝箱あるよ。オッケーオッケー。ナイス。これ誰？何？装備？オッケー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 。話変わりまくりしていい。通り過ぎてから戦おう。そう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 。オッケー。この部屋は何かあるか？ある。返しなさい、私たちの道具を。オッケー、勝ち。これでグレーの装備。これは話変わった。だいぶ話変わった。これでここは何かありますか？ある。うわ、3匹いる。グレンが際立って強え。オッケー、アイテム取れました。オッケー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 。上行ってみるか。うわっ、罠、あからさまに敵の罠みたいな。あ、風で飛ばされる。
かい飛ばされるけど、ガンガンいけちゃうけど。え、なになになに？は？敵？うわ、ゴーレム出てきた。ダリー、なんか唱えてる。あ、やばい、マール死にそうじゃん。確かでもね、これね、このゴーレムね、笑える存在だった気がするな、こいつは。ほら、とか言ってるでしょ。確かね、これ何にもしてこないんじゃなかったかな。そうだよね。ビビってる。ほら、なんだ、高所恐怖症なんじゃない？多分。あ、翼が出来上がってる。お前ナイスだぜ、その改造は。いや、ちょっと気持ち悪いけど、名前は気持ち悪いですよ。大丈夫ですか、そのネーミングセンス。スカイダルトン極右座、玉右座。いや、この音楽でいいだろ。やだよ、この音楽。これでシルバードが飛べるようになったっていう、ほんと仲間なんじゃないかっていう改造を施してくれました、彼が。いや、素晴らしい改造してくれたな。え、そんな攻撃機能あったの？というか、マール、そんな、え、お前はすごい飛び降りたよ。いや、強い。鉄球はちょっと怖いから、ちゃんとあれしとこうね。火炎放射、ジャンプ切り。あ、火炎放射弱っ。そんな強くねえな。そんな強くない。一回ヒールしとこう、変える。で、こうで戦うでいいや。なんか反撃されるから。オッケー。催眠音波やってみる？そんなのあ、それでも鉄球くんのか。なるほど。それでも鉄球は来ちゃうのね。あ、マスターゴーレムはあれだよ、高所恐怖症だから来ないよ。
飲み込まれてやんの。勝ち。これででもシルバードが飛べるようになったっていう、素晴らしい、逆の意味で素晴らしいあのことになったんで、なに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 、え、いや鉄砲撃っちゃってるんで、ナイス鉄砲だけどね。てかシルバードの攻撃能力高っ、すごくね。黒鳥号がこれで沈む？墜落ですか？地の民も喜んどるわ。てて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 、マールはほんとクロノのことが大好きね。これでもう空を自由に駆け巡ることができた、できるようになった。岬に、あ、人影を見たって、そう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 、行ってみるね、あとで岬、あれ人影、明日は明日の風が吹く、あ、これがあれだよ、緑の種のイベントだ。元気が出てきたって、オッケーオッケー、岬に行きましょう。じゃあ皆さん、衝撃の事実ですよ。はあ、魔王、あのジャキっていう少年が実は魔王でした。サラの弟ね。ジャキ、でも。これでボッシュは現代に飛ばされて、この人はどこに飛ばされたのか分かりません。この人はどこに飛ばされたんですか、ガッシュは。でジャッキは中世に飛ばされて魔王になると、そういうストーリーだったんですね。なんてことでしょう。はい、現代。あ、これ未来か。なるほど、なるほど。あ、そっか。シルバード作るんだな。で、あ、時の最果てだ、この人は。時の最果てのじいさん、この人だったんかい。はい、ビネガーがいます。魔王です。これが、この少年が、成長して魔王になると。魔王はね、ラボスを倒したかったんですね。やりません。
待て。おお、来た神展開。魔王が仲間になりました。こんな神展開ありますか？ジャキ、ルッカ、さようなら。ハッシュなら知っているはずだって言ってるんで、ハッシュは時の最果てかな。何？黒の夢が出現した。私たちを呼んでるみたい。あ、すべての時代に、はい、すべての時代に出現してます。これで自由に行き来できるようになりました。ここ何があんの？この洞窟。光の祠。今は何もないと。なんかグランドリオンかなんかやるんじゃなかったっけ？で、あ、違う違う違う。ワープ！東京の最果てに行きます。おじさん、猫にありメンバいや、君が時の賢者でしょ？知ってるよ、こちらは。え、何？教えてくれないんかい？何も教えてくれないんで、出ようとします。そうすると、声をかけられる。時の卵。いや、バレてるんで。オッケー、これ時の卵を手に入れたんで。待って、スペッキョウに、スペッキョウだっけ？あいつに合わせるか、魔王を。あ、教えることないって。シルバード乗ります。この北の森の遺跡でなんか手に入んなかったっけかな。そんな気がして、ちょっと今寄り道してます。
サカスクの行動力を回復したって。はい、ペンダントをかざして封印を解きます。ヌーが現れた。力を生み出す武器、左には生命を守る防具。生命を守る防具が欲しいです。私は Protect Met。 したら、未来に行って教えてもらった通り、もう一人の賢者に、なんだっけ、断りのガッシュだがあんだがに、監視者のドームに行かなきゃいけないですね。教えてもらいに行きます。ここがな、監視者のドーム。はい、時の卵の返し方を教えてください。ヌーさん、死の山は人を生き返らせる力を持っておる。ただしその力を引き出すには本当にその人が大切で必要でなくてはならない存在であること、それにはその人そっくりの人形が必要。ならば卵は帰るじゃろう。ドッペルの人形、ノルシュテンベッケラーというマジシャンさえいるよ。いたじゃん、お祭り建国宣伝祭のところにフル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 みたいなやついたじゃん。あいつですね。あいつに会いに行きます。なんでこう時代をまたいで知人友人がおんねんっていう。でワープで、これ便利やな、便利すぎるな。建国宣伝祭のお祭り会場に行きます。はい、リーネ広場に来まして、ここ、はい、シルバーポイント40ポイント、ドッペル、ドッペラない、これドッペンなきゃダメなの。ポイント足りないよって言われちゃった。40ポイント貯めなきゃいけないってこと？ロボと戦うのが一番早いわ、多分。ロボ、戦おうぜ。これ何ポイントもらえるっけな？うわ、強い！魔王が強いです。15ポイントもらった。これであと2回戦えばいいかな。あと1回、オッケー。これで溜まったんで、ドッペルを作ってもらいましょう。マジシャンに、めんどくせえな、邪魔だよじいさん。ポイント貯めてきたよ。なこの笑い方。緑ボタン左手を上げ、
青ボタン右手を上げて、黄色ボタン笑い、赤ボタンびっくり。むずいんだよなこれ。オッケー、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 オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。よ、ノーミスじゃない今んとこ。ノーミス来てるよ。あ、ミスった。5000ゴールド。たっけ。騙された。めっちゃ金持ってたからいいや。で、クロノの家に行きます。なんでクロノの家に届けんだよっていうか。クロノの家どこや。あ、猫ニラの、はい。あ、いたいたいた。いや、死んだなんて言えねえよ。で、もう一回涙出てくる、気をつけていってらっしゃいとか言われても、もう一回未来かな、未来行きます。そっくりの人形が必要じゃって取ってきたよ。うん、オッケー。死の山がお前たちを受け入れる時が来たようじゃの。大切な仲間を生き返らせる最後のチャンス。私がこの物体に入力した本当の最後のプログラムはお前たちをあの山で導くサポートなのじゃ。ちょっと下がってなさい。どういうこと。あ、プログラム遂行開始。なになになに、スイッチお腹についてる。押す。なんかもう悲しいというか怖いよね、いろいろ。電源あったんかいっていう。で、クロノを生き返らせるって話でしょ。これむずいんだよな。風の弱いうちに前へ進み、強くなったら木の影に隠れろ。はい、ちょっと待って、強く、次、あ、あお、いや、マジむずいんですよ、これ。しかも、スマホだからさ、遠くにむずいっていう。今、今、進め、進め、進め。待って、もう一回、もう一回、次のタイミングで行こう。これが収まったら行きます。もうこれ小学生の時超やり直したもん、これむずすぎて。オッケー。あれ、行った？こんな簡単に、こんな簡単に行けたっけ？雑魚がいっぱいおんな。カエル強っ。あ、魔物か、多分相手が。
マジックリング。なんかそういえばここプチラボスみたいなのいた気がするんだよな。暴れてるモンスターが。うん、カエルは一撃で殺せるね。こっちかな。おお、こっち合ってるっていうか、あ、セーブポイントある。今回はバリアリング。なんかあるな、あそこに。あそこどうやって登んだ？あそこ登り方がわかんねえけど。あ、ほら、プチラボスみたいのがいいんだよ。オッケー、対処、口を攻撃しないとまずいんですよ、これ強いんです。待って、強っ、待って、強い、こいつラピス。待って、ヒール。強いな、こいつ。なんだ、まずプチラボスって。いやいや、殻に攻撃した、殻はカウンターくるから攻撃しちゃいけねえんだよ、バカ。ああ、一回死のいや、きついきつい。そう、からはね、攻撃しちゃいけないんですよ。あいつカウンター攻撃してくるんで。はあ、さっきいなかったやん、お前ら。バトルスピードも遅くしとこう。強えんだよ、もうプチラボス、バカみたいに。もうただのボスみたいなもんだから、こいつ。大丈夫、魔王。あぶね。ヒールしとこ。あ、ヒールができない。帰る、起きて。何してんの。いや、強い。
ちょ、カエルが回復役みたいになっちゃってる。いや強いって、雑魚敵のレベルじゃねえだろこいつ。ナイスクリティカル。カエルがヒールしたい。なんでもうプチラボス、しかも複数体出てくるからね確かここ。死ね。ナイスクリティカル。クリティカルが超重要。あ、オッケー。強すぎでしょ。ギガパワーアーム、ロボの武器かな。面倒。え、強くない？こいつもこいつで。死んでよさっさと。ナイスクリカル。ちょ、わざ。宝箱がめっちゃある。ブレイブソード。これグランドリオンより強いか。あ、ブレイブソードにしとこう。じゃあグランドリオン装備してなかったもん、すでに。死んでー。ナイスどこにさ、そんな溶石を収めるスペースがあるの、君の体内に。さっきから食ってるけど、こっちのこと。あ、それで上に行けんのか、あそこの。ん？上に行けるけど、上に行けないやん。こういう隠し扉なんかあったっけ。で、戻って下から行くって感じか。めんどくせえな、またこいつらいんのかよ。
いや、骸骨強えな。オッケーオッケー、邪気のレベルも上がったわ。これ戻るんだよね、多分ね。戻って下から空いたところから登るって。あお、もうくどい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 ですよ、君たち。なんでそんなくどいんですか、マジで。やめてください。死んで、ナイス。カエル回復します。回復回復、オッケー。セーブしようかな、ちょっと一回。多分またプチラボスかなんか出てきたはずだから、もう一回ぐらい。バリアリング取ってなかったわ。で、上ですね。おう、あ、待て待て待て、冥王の鎌だって。強いや。あ、ほら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 、プチラボス出てくんだからね、言ったでしょ。あー、めんでーめんでー。あ、待って、回復した方がいいな、これ。OK、 使えるヒールやっとこう。あー、混乱、あ、してない。ナイス、魔王、いいね、魔王。状態上のやつついてるからね、サラの、そういえば、お守りが。え、まずくないそれ、それ食らう技じゃん。バカモン、やばいやばい。待って待って、ラピス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 で、カエルちゃんはヒール。ナイス。カエルはヒールだな、もうずっと。あ、カエル何やってんだよマジで。ラピス使っとこう。危ない、マジで。こいつ強え。オッケー。HP も高えな、しかし、プチラボス。まあ、ラボスだからな。曲がりなりにも。オッケー。ボンボン覚えたて。あ、なに、滑るから気をつけろ、落ちたら戻されるぞ。あぶれ、なんだよこの意地悪なゲーム。は、どんだけどんだけいたのこの卵ボールみたいなやつら。あ、やべ、マールが死にそうじゃん、連打してたら。
ナイスクリティカル。ちょっと回復します。え、永遠に落ちてくるのこいつら。何ヤシャって。クロノの装備か。これで上に、上側に来たってことか。なるほど。抜け殻を押せば、抜け殻を登れば、プチラボスのことかな。セーブポイントがある。ダークヘルム、ダークヘルム強いですか。ダークヘルム強っ。セーブ。で、プチラボスかな。あー、やっぱりいる。あ、待って、ヒールだ。ヒールヒールヒール。ヒールするとき明るくなるな、世界が。プチラボス面倒い。やべ、マール死にそうだね。やばいやばいやばい。魔王は大丈夫なんです。それは魔王に関しては状態異常が効かないんです。サラの守り強し。オーケー。まあまあちょっと重ねちゃったけど、まあいいか。よしよしよ、魔王オーケー。ヒール。いや、マール食らいすぎだって。うん、まだ死なんの。カエルは寝ちゃうな、多分。カエルは寝るよね。オッケー。これ起きた、カエルが。ナイスクリティカル。あ、やばい、全員攻撃しちゃった。ニードル来たのに。死んで。オッケー。で、これは殻が消えないってことですね。殻が消えないんで、結局これに登ってどうのこうのっていうことですな、きっと。これ押すのかな。これ押して。あ、登れた。なるほどね。てっぺんまで来たんじゃない。来た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 。これが死の山の頂。時の卵、お願い、私に力を貸して。夜に震えるすべての思いを、闇に立ち向かうすべての生命。猫にだ。ペンダントが共鳴している。
砕けた。人の命の定めまで俺たちに変えることはできないということか。何ですか、皆既月食、皆既日食。あの時のとこまで戻ってきた。タイムフリーズ。あ、それでドッペルゲンガーと入れ替えて本物のクロスのをこっちに。うん、オーケーオーケー。気分はどうだ。生きてる。おー、生きてる。おかえり、クロノ。本当に心配かけやがって。マールが一体どれだけお前のことを心配したと思ってんだよ。マールはとにかくクロノが大好きすぎる。おう、ということで生き返りました。なるほど。バケツから行ってもいいし、シルバードから行ってもいいし、あの黒の夢から行ってもいいと。なるほど。こっからですね、まあ今いろいろヒントをくれてますね、賢者が。はい、全てのキャラクターの最強武器を取ってから挑めっていうヒントをくれました。なので次回から各キャラクターの最強武器を取りに行きます。またお会いしましょう。さようなら。